このうち米沢市立西部小学校では119人の卒業生が入学先の中学校の制服に身を包み、在校生と保護者らの拍手の中入場しました。式では担任の先生から一人一人の名前が読み上げられると元気よく返事をし、恵比寿谷博士校長から卒業証書を受け取りました。式辞の中で恵比寿谷校長は、これから歩む人生を竹に置き換え、マダケのごとくという言葉を卒業生に送り、竹は大地にしっかりと根を張ってまっすぐ伸び、成長するにつれ節ができる。今日の日を人生の節目として力強く生きてくださいと励ましました。卒業生は6年間の思い出と感謝の気持ちを、また在校生は学校の伝統を受け継ぐことを、それぞれ呼びかけと歌でその思いを表現すると、会場では涙ぐむ姿も見られました。一方、南陽市立赤湯小学校では現在の校舎での最後の卒業式が行われ、140人がたくさんの思い出を胸に巣立ちました。式では初めに山水克美校長から卒業生一人一人に卒業証書が手渡されました。山水校長は6年生との思い出を振り返りながら、一人はみんなのために、みんなは一人のために、自分でできることを実行していってくださいと花向けの言葉を送りました。卒業生の呼びかけでは、現校舎最後の卒業生として誇りを持って中学校でも頑張りますと力強く呼びかけ、中には涙で声を詰まらせながら一生懸命呼びかけをする姿も見られ、会場は感動に包まれていました。最後に全員で美しいハーモニーを響かせ、卒業生の門出を祝福しました。